桜坂46の松田里奈と小林由依が3日放送のラジオ番組レコメン文化放送毎週月から木曜夜10時に生出演。男性との食事で割り勘を提案されることに対する持論を明かした。松田里奈、小林由依、男性から割り勘を提案されたら、男性との食事で割り勘を提案されたらという話題となると、松田と小林は揃って、ああと微妙な反応。松田は、あ、そういう感じねって一回受け止める。もしかしたら、本命じゃないのかな、みたいな。私のことを本命だと思ってないんじゃないかなっていう、風に思っちゃうかもしれないですよね。いい印象が残るかって言ったら、ちょっとだけ、全然いいんだけどそういう感じね、って、と、男性からの割り勘の提案に対する、素直な感想を明かした。そして、小林も、女性が、いいよ、出すよっていう前に、それを言うのはダメですねと持論を展開。松田も、確かに確かにと小林に共感した。